はい、それでは今日はテビネリで、おちょこぐり飲みを作ってみたいと思います。使う道具です、粘土 100g ですね。で、針と竹べらと、糸ですね。それと池に水張ってスポンジと皮です。では作っていきます。で今日はですね、もう作るものがちっちゃいですので、玉作りっていう方法で作っていきたいと思います。粘土まん丸の状態から始めてそのまま形にしちゃいます。ではやってみます。粘土真ん中に置いたらしっかりこう粘土くっつけます。まあ、なるべく真ん中に置けるようにですね、よいしょよいしょ、ちょっとくっつけましょう。こんな感じです。そしたら、真ん中に親指で穴開けちゃいます。あとはこう指でつまんでいきます。で穴開けるときですね、高台削りますので、そこの部分1センチぐらい厚み残しておかないとですね、高台削れなくなりますので、しっかりそこの部分残しておきましょう。これでもう薄くしていって、もうすでにちょっとおちょこっぽくなってきてますよね。まだまだ薄くできると思いますね。だいたい3ミリぐらいまでどんどん薄くしていっちゃっていいと思います。で片手でやると広がってきますので、まあ、両手でやると広がらずにですね、上に上に粘土上がってくれますので、上に伸ばしたい場合は両手でやった方がいいですね。こんな感じ。ただ上を粘土締めます。人差し指と親指をつまんだら、その間を反対側の親指を下げる感じですね。でこれも一撃を強くしないでですね、何回かやっててもらうとだん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 上が平らになってきますし、粘土も締まってきますので、まあ、こんな感じで上を平らにしましょう。ではここから水をつけて伸ばしていきます。スポンジに水つけたら全体がピカピカになるまで水つけますね。で回し方は時計回りです。触る位置は自分から見て時計の8時の位置。ちょっと物が小さいですので、もう指1本ずつでいいと思います。でなるべく触ったらですね、手を止めといてあげるようにすると、だん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 こう粘土が薄くなってくるのが分かると思います。したい場所に手を置いたら、そのまま手をキープしていただける感じですね。あんまり手を無理にこう上に動かさずにですね、手を止めておく感じです。でこの時ですね、挟む時に若干左手を強めに挟むと粘土が上に上がります。右手が強いと外側に広がります。なので少し広げたい場合なんかは、内側の手を外側に少し押し出してあげると外側に広がってきますので、それで全体の形を調整します。こんな感じですね。大体まあおちょこと長いんでしょう。で、上をこう針で平らに切ってもいいんですけど、まあおちょこなんで、まあ、正確なんでちょっと上ガタガタの方が趣があると思いますので、このまま皮で仕上げます。で皮でやってあげれば大体口丸くなりますんで、まあ、無理してこう平らにしなくても趣があっていいと思います。ただ中の水を取りましょう。では持ち手を作ります。竹べらで下の部分で少しずつ押し込んでいきますね。で、まあ、指が引っかかるぐらいですね。であと下切って終わるんですけど、ちょっとここで例えばこの辺ぐじゅっと潰してあげたりするとちょっと変形しますので、そうすると趣がある、部分ができますね。そしたら一番下で切って指チョキにして下から取ってもらうと出来上がります。まあ、ご用意は比較的簡単だと思いますので、皆さんもぜひいろいろ作ってみてください。